お疲れ。お疲れです。お疲れ様です。いいじゃん。あれ出せと、お前。決まったんだね。はい。はい、どうも。ありがとうございます。あ、どうでしたかな。はい。あ、そうですね。今からね、はい、まあ、会社の近くのたこ焼きをどうしても食いたいってことになりまして、はい。たこ焼き行こうか。名古屋の中川区みたいなとこ行って、たこ焼き激戦地なんですよ。たこ焼きの聖地ですよね。たこ焼きの聖地はまあ大阪だけど名古屋にしては多くね、ここら辺めちゃくちゃ多いっすね。たこ焼きはそこら中あるよな。ジョニーもあるでしょ。ジョニー、たこきよ、たこきよもあるでしょ。たこまさ、道端でやっとるたこ焼きも結構あるしな。調整にも何個もあるだろう。そう思うと、なんでそんな密集してるんですかね。なんか見たとね、おるんだろ、たこ焼き食うやつが。だとしてもですよね。だとしても寝とるとこだもん。だってここなんかずっと昔から並んどるじゃん。そうですね、夜になると並んでますね。並んどる。俺もだってここ何歳か知ってる。俺中学ぐらいから原付の免許取ってすぐから来て買いに来とるじゃん。実家から15分ぐらいだぜ。で、わざわざ高焼き食べに来てたんですか。そうそうそう、まあ、この辺友達も多かったもんね。あ、そう、友達に行くときとかで激辛のやつともう今辛いやつ食えんけどケツがあるかなって思う。ケツがゆるくなってくる。ゆるい。重力に勝てんもんな。大きい声に耐えられんもんな。プリーッ、プリーッ。やっぱ筋力が落ちとんだろうな。やっぱでもあるあるなんですよね。経営者は大体ケツがゆるいんですよ。大丈夫。みんななんかおならでいいんすか、大きい声出す。たこ焼き食わさんじゃん。はい。たこ焼き食わさんじゃん。全然大丈夫です。中のタコだけ欲しいです。中のタコだけ欲しい。タコめちゃくちゃいいらしいよ。あ、そうなんですか。体にビタミンとか。たまにでもたこ焼き食って僕あるあるなんですけど、たまにタコ入ってる時あることないです。ああ、ほんとたまに。あ、ね、あ、あるある。なんか僕それに対してデレムカつきますもんね。ちっちゃい人間だから。僕タコ買いに行ってるわけじゃないですか。一応たこ焼きですけど、タコ買いに行ってるわけじゃないですか。その中に1個タコが入ってなかったらそのたこ焼きの意味がないんですよ。ただ焼きなんですよ。食べ方が汚いもんね。あんま視聴者見せたらいいんだよな。じゃあ、煮干しじゃないもんだよ。熱々のたこ焼きを一口で食ってみたら。俺が先行っちゃうよ。いいですよ。醤油。はい。うん。これは。これね。大阪の方って大きなじゃん。ちっちゃいな。名古屋ですか。うん。ちっちゃいでベビーカステラみたいな。うん。お前、いいの。一口全然食えないっすね。あ、どうよ。あんまり熱くないじゃん。あっこっ、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 あっこっ。うん、うまいよな。久々にたこ焼き食ったわよ。ほんとっすか。うまいな。うまいっすか。うまいっす。たこ焼き好きなんですか。食いじゃないけど、でも若い人って食べん結構。まあ結構食べん。若い人って結構。まあ言うことは言え、って何を喋ってるか分からんだろ、じゃあ。YouTube だろ。わかるだろ。わかります。なの、はい。なんて言った、若い時はみんなたこ焼き好きだろ。職人とかってこういうの好きじゃない。帰りとか食うだろ。食いますね。だいたい。帰りちょっと寄ってこうか、つって。そうですね。で、助手席のやつだいたいビール飲んでますからね。たこ焼きって。運転手だよ。あーず。行きます。カトリズムだけ買っておくじゃん。やっぱ醤油が定番っすね。醤油は、なんか年取ってみたら昔ローストも好きだったけど、
ああソースマヨネーズかそれ。うん。食んくなっていきますもん。あ？一個食うと喋れんくなるっすね。確かにね。だけど、はい。なんか最近ダイエットとかもやけど、あんまこういうの食わんやん。食わないですね。でもこうやって食うとやっぱ懐かしいっていうか美味しいよな。美味しいです。うん。敵でしかないですもんね。たこ焼きなんて敵でしかないですもんね。炭水化物太るんですか？で油の塊じゃないですか。そうなんですか？だって衣って油じゃないですか。違うでしょ、衣が油吸っとるだけでしょ。そういうことですか。天ぷらとかとんかつとか焼くと衣が油吸うもんで、はい、油の塊だよっていうだけで、焼いとるもんね、関係ないでしょ。そういうことですか。でもまあ油バーって入れとるんじゃないですか。はい、あそこに入れとるだけだろ。小麦粉っすよね。あと小麦は良くないですよね。でもこうやって食うと本当にもういいやってなっちゃいますよね、ダイエット。もういいや。大丈夫だよ。はい。たまに食うから全然大丈夫だよ。大丈夫ですね。なんかチートデイみたいなやつが必要らしいですね。何のチートデイ？なんかそのダイエットで、うん、その1週間ぐらい、うん、バーってダイエットするのがあったら、うん、1日か2日ぐらいはその好きなものを食べるみたいな日を設けるといいらしいです。全然1週間に食べる、普通に食べる。で中山筋肉が言ってました。マジで。YouTube、俺あんなになりたくないもん。デブになりたくないだけで、ね、ちょっと痩せたいなってだけで。でもだいぶ落ちたの俺。はい。なんやろ。だいぶ落ちましたよ。いやでも全然普通に食べてるじゃん。あ、そうなんですか。やっぱ現場だけで。ちょっと気にしろだけ、揚げ物とか食わんとか。はい。昼も今帰ってくってるから。ああ帰ってこっち、こっちの会社の方ですよな。はい。マッチもあり1週間1回めちゃくちゃ食う時ありますね。で日曜日か土曜日どっちかなんですけど。うん。暴飲暴食するんですよね。そうめちゃくちゃ食うんですよ。だけどそれ以外は本当に朝食わずに、うん、昼食って夜食わないみたいな。へえ。昼食わんの？あ、いや、すみません、間違えました。昼だけしか食わないんですよ。じゃあ、ちょっと食うやん。あ、子供おるやん。一個あげますか、とりあえず。え、なんでお前食いもん。大会回ったら怖いわ。怒られますかね。それでも絶対やん。はい。なんて言えばいいですか。映した方がいいか。で、音声だけ拾ってて、音声だけ。あ、わかりました。視聴者の皆さん、黄色い声を拾ったわ。あいつは NG、撮影 NG で声を拾ってもいいや。わかりました。すげー食べていいっすよ。大丈夫ですか？食べていいっすよ、マジでいいっす。マジでいいっす、食べて。本当に激辛とか入ってないですから、絶対に。絶対入ってる。絶対入ってないっすよ。絶対入ってるよ。いいっすよ、食べていいっすよ。え、激辛とかマジで入ってないっす。マジで入ってないっすか？大丈夫。大谷さんにいいから。いや、嘘です、入ってないっす。僕、普通の醤油っす。ダッサ。ダッサ。入ってるんですか？あ、これ僕のスマイルですけど。いや、思考しかついてないですよ、思考しかついてないです。僕の思考なんか、あれらしいです。イチゴの味がするらしいです。10万人のファンが食ったらしいですよ。決まってましたね、最後。喜んでましたね。はい。黄色い声出しました。はい。黄色い声出しました。黄色ピンクの声出しましたね。まあ本当、まあ、はい、たまにはね、こんなちょっとまあ最近動画から追いついてない、ちょっと仕事の方が忙しくなっていっちゃったのかな。そうですね。たこ焼き動画、たこ焼き動画ってこれ昼見たら多分食いたくなるんですよね。あ、そうそう、100%。で朝とか見たら、あ、なんか今日帰りたこ焼き買っとこうかなとかなるじゃん。はい。なんでまたぜひ近場の人は、そうそう、これ、ね、コロナ景気でやっぱあんまり良くないじゃん。はい。こういうのね、ちょっとたこ焼き屋さん行くと、まあ、いいよね。そうっすね。だと思います。はい。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。します。お願いします。また見て。